ヨーロッパのスポーツではヨーロッパで盛んに行われているスポーツについて記述する。ヨーロッパのスポーツは高度に組織化されており、多くの競技がプロフェッショナルリーグを持っている。今日世界的に知られるスポーツの多くはヨーロッパの伝統的なスポーツに起源があり、これらが近代に整備されて誕生したものである。見るスポーツはヨーロッパに見られるごく一般的な光景である。 ヨーロッパで最も人気のあるスポーツはサッカーであろう。欧州のクラブチームは世界でも実力、経済力ともにトップレベルであり、UEFA チャンピオンズリーグは最も権威あるサッカーの大会の一つとされる。ヨーロッパのナショナルチームは UEFA 欧州選手権に出場し、FIFA ワールドカップでは南米の国々に並んで常に上位に食い込んでいる。特に人気があり、 成功を収めているサッカーリーグはスペインのリーガエスパニョーラ、イングランドのプレミアリーグ、イタリアのセリエ A、フランスのリーグ1、ドイツのブンデスリーガである。フットボールに加え、いくつかの地域では他の団体競技に人気が集まっている。アイスホッケーはヨーロッパでも北欧、東欧を中心として人気が高い国が多い。フィンランドで特に人気のあるスポーツであり、 フットボール人気をしのぐ。スウェーデン、チェコ、ラトビア、ベラルーシ、スロバキア、カザフスタン、ロシアではフットボールに次ぎ、オーストリア、デンマーク、ドイツ、スロベニア、スイスでも非常に人気がある。ハンドボールはヨーロッパ全土で人気が高い国が多い。アイスランドでフットボールに匹敵し、ドイツ、デンマーク、ルーマニア、ノルウェーでフットボールに次ぎ、スペイン、 スウェーデン、クロアチア、フランスなどでも人気が高い。また、ポーランド、ハンガリー、スロベニアなどでも人気がある。バスケットボールは、ヨーロッパで広く行われている競技で、特に地中海諸国と東欧でメジャーなスポーツである。バスケットボールの伝統がある国は、旧ユーゴスラビア諸国、リトアニア、ロシア、ギリシャ、スペインで、フランス、ドイツ、イスラエル、 トルコがこれらに続いている。とりわけ、リトアニアでは、すべての団体競技人気をしのぎ、ギリシャ、スペイン、トルコではフットボールに次ぐ。バレーボールも地中海諸国と東欧で盛んなスポーツで、ある。ポーランドではフットボールに匹敵し、ブルガリア、イタリアで、フットボールに次ぎ、ギリシャ、セルビア、オランダなどでも人気が高い。ラグビーは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、 南フランス、北、イタリアで盛んで、この6カ国代表による対抗戦シックスネーションズが毎年開催されている。この他、ルーマニア、ジョージアなども盛ん。ラグビーリーグはイギリスとフランスの一部で親しまれている。水球は旧ユーゴスラビア諸国、ハンガリーなどで人気が高く、イタリア、ドイツなどでも親しまれている。とりわけ、セルビア、ハンガリーでは、 国技と呼ばれており、ハンガリーではフットボールに匹敵する。フィールドホッケーは、イギリス、オランダ、ドイツ、ベルギーなどで親しまれている。とりわけ、オランダで人気が高く、フットボールに次ぐ。クリケットは、イギリスの南東部に機械を持つ競技で、イギリス、オランダなどで親しまれている。アメリカンフットボールは、ドイツ、スウェーデンなどで親しまれている。フットサルは、スペイン。 ポルトガルをはじめ、ドイツ、オランダなどで親しまれている。2004年のツールド・フランス個人競技も盛んに行われている。現代の個人競技の中心的存在であるオリンピックはヨーロッパ発祥であり、1896年にギリシャで初めて近代オリンピックが開催された。EC が発足して初めて EC 加盟国で行われた五輪は1972年の ミュンヘンオリンピックでマーストリヒト条約が署名された1992年にはバルセロナオリンピックが開催された。EU になって初めて EU 圏内で行われた五輪はアテネオリンピックで EU 諸国の選手は金メダル81個、銀メダル101個、銅メダル113個、計295個のメダルを獲得した。二千十二年の第三十回オリンピックは ロンドンで行われた。EU で開催された、冬季五輪は1992年のアルベルビルオリンピック、2006年のトリノオリンピックである。陸上競技、水上競技の最も権威ある大会の多くはヨーロッパで開催される。いくつかのメジャーなゴルフのトーナメントもヨーロッパで行われており、ライダーカップではヨーロッパ代表チームとアメリカ代表チームが対戦する。 自転車競技はベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペイン、スイスなど多くの国で一般的なスポーツであり、三大ツールをはじめとするロードレースの大会はテレビなどを通じて毎年多くの人が観戦する。ラケットスポーツも盛んな土地柄である。とりわけテニスもほぼ欧州全土で人気のあるスポーツで4つの グランドスラムのうちの二つがフランスとイギリスで行われる。バドミントンはデンマークで盛ん。卓球はスウェーデン、ドイツなどで盛んである。寒冷な気候の国ではウィンタースポーツが重要である。北欧やアルプスの国々では様々な種類のスキーやスノーボード競技に人気が集まっている。これらの国々は冬季オリンピックのメダル上位常連国である。 いくつかの国ではその国固有の競技が盛んなところもある。アイルランドのゲイリックゲームズ、スペインの闘牛などが例として挙げられる。モータースポーツはヨーロッパ各国で行われている。フォーミュラ1は創世期からヨーロッパのドライバーやチームが上位を占めており、多くのグランプリが欧州で開催される。モーターサイクルスピードウェイはポーランド、スカンジナビア、チェコ、 イギリスで盛んである。特定のスポーツ大会では、ヨーロッパの国々から集められた選手で構成される、ヨーロッパ代表が出場することがあり、その場合には、欧州旗がエンブレムとして使われる。ありがとうございます。